マレクヤノフスキは、ポーランド生まれのドイツの指揮者。1939年、ワルシャワ生まれ。父親は、ポーランド人、母親は、ドイツ人。生後感もなくから、ドイツで育ち、ブッパータールで、初等教育、中等教育を受けた。15歳の頃には、パウルヒン・デミットが指揮するオーケストラでバイオリンを弾いた、こともあった。その後は、ケルン音楽大学にて、 ボルフガング・サバリッシュに指揮法を指示した。フライブルケやドルトムントの歌劇場で音楽監督を務めた後、欧米各地のオーケストラを指揮している。ベートーベンやワーグナー、ブラームス、リヒャルト・シュトラウスを得意とする。また、シュターツ・カペレ・ドレスデンは1970年代にオペラのレパートリーのクオリティを維持するためにエテルナ・レーベルで一連の録音を行ったが、 ヤノフスキは指揮者陣の一人として選出され、ニーベルングの指輪を録音した。なお、同時期にヘルベルト・フォンカラヤンが、ニュルンベルクのマイスタージンガーを、カルロス・クライバーが、トリスタント・イゾルデと、マダンのいてを録音している。1984年より2000年まで、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督を務め、極めて高い評価を得る。 2000年からモンテカルロフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督を務める。また、2001年から2003年にはドレスデンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者も兼任していた。2005年よりスイスロマンド管弦楽団の音楽監督に就任した。2016年、2017年、バイロイト音楽祭でニーベルングの指輪を指揮。2005年、 ピッツバーグ交響楽団の音楽監督が空席になった際、アンドル・デイビスやヤン・パスカル・トルトリエと共にアーティスティック・リーダーシップチームの一員としてドイツ音楽を書くとするレパートリーに集中した。モテギ2020、P157、A.B. ブロムシュテット2018、P28、シュタインドルフ2009、P140、ピッツバーグ交響楽団ウェブサイトザ。 ピッツバーグシンフォーニーオーケストラ S アーティスティックリーダーシップチーム A ニューリーダーシップモデルありがとうございます